あのいろんなお話を伺う中でいよいよこう触ってですね、えー、いろんなこう感触を確かめたいところなんですけどもまあパッと見た感じこうつまみの数が相当こう多くてですね一瞬あれと思うんですけども実はこれなんか名越したらなんかそのところであの簡単な操作ができるっていうふうに聞いてますけどそういう工夫なんですかねこの多さと。 多いいけども楽に使えそうだというだ話がありますけどあの、ええ、まあこの製品の場合ですねパッと見っていいますかね初見の印象としては随分その押しボタンが多いねっていうふうなご意見頂い,いてですね、ええ、まあ実際にあの多いことは多いんですがあのこれ一つ理由がありましてですねあのこれをそのすっきりさせようとするとですね例えば一つのつまみにいろんなその機能を割り当てて。うん えーまあ、ちょっと階層みたいな形にするとかですね、えーえー、そういうことをするとまあ減ってはいくんですけどあの実際使うときにやっぱりとっさの操作がですねあのできにくかったりします、うんえー、それでまあちょっといろいろ考えたんですが、まあ、なるべくその、えー、ダブルファンクションっていうんですかね全く違うことを一つのつまみに割り当てるようなあるいはつまみあのボ,ボタンとかですね割り当てるんじゃなくて。うん なるべく単独の方がいいんではないのかなということで、えー、考えましたで、まあ、確かにたくさんあるんですけど例えばそのこの辺りっていうのはあのサブ受信部ですねサブ受信部の根身除去機能を全部ここにまとめておりますこの辺りは点キーとかあの、えー、ファンクションキーですねここはもうメインつまみ周辺なんで手話数にかかわるファンクションキーを並べるとかですね、えーえー、あとメインつまみとサブつまみの横に同じようなキーが並んでおりますけど、えー これ CW チューンとか,です、ね、それからフィルターの待機切り替えこう常に使うものですからこのすぐつまみの横に置くと、うんえー、あとファインだとかですねこれ全く同じようなメインサブ並んでおります、うん、からモードキーはここに集約させるとかですね当然そのディスプレイ関係はファンクションキーとしてここに並べるとかですね あの確かにつまみボタンの数は多いんですが、えー、まちょっと地図を覚えるみたいな感じでその役割ごとに全部分けておりますので、うん、あの場所を覚えていただければですね、パッとこう伸ばしたところにそのつまみがあるってことであのお使いいただけると思います。もう一つですね、あのーえー、先ほどご指摘いただきましたその、えー、セル、まあはい、あの長押しすレバってところなんですけど、はいはい、これは実はですね、あのー、その機能の パラメータを変えたい場合にはですね、その機能にセルって書いてあるところを長押しすると、えー、その機能に関するパラメータ設定ができるようになります。うん、例えば、その AGC、セルってありますが、これを長押ししますと、AGC のですね、時定数をファスト、ミッド、スロー、これ、それぞれ別にですね、設定できるようになります。今、のスローが選択されてまして、 ここでプラスとマイナスを、ね、押すことによって、えー、時定数をです、ねえー、変えることができます。うんえー、それぞれの,時あのファストミッドスローで変えることができてです、ねまあ、この画面から抜ける時にはエスケープを押すということで、うんえー、設定が可能になります。うん、ですからあの、えー、この、えー、パネルをご,ぞ、えー、ご覧にいただいてです、ね、セルという、えー、表示がある部分については長押ししていただいて パラメータを変えるっていうことでですね、えーうん、設定が可能になりますということはこの AGC セルでセレクターのセルなんですかそうですね、はいえー、あそういうふうに覚えると分かりやすいですねうんあと気になるのがこの CWT なんですけど、はい、CWTUN、はい、これはどういう機能なんですか 確か TS570 から採用している機能で、ええ、CW にチューニングをするときはです、ね、あの弊社、昔からやっておりましたのが、えー、0ビートに合わせるです、ねはい、チューンポジションというのは昔のセットでございましたけどあ,あとはサイドトーンと同じピッチに合わせると受信を合わせると、うんえー、CW やドンピシャに合うとかですね、うんまあ、570から採用したのは CW 信号を受信しているときにこのボタンを押していただくとですねあの自動的に視聴数を。 改変させてピッチシュワーズと一致したところで止めるという機能です。でまあ、あのかなり市民権を得ているというかですねあの、うん、弊社のセットをお使いの方は非常に、うん、あの使いやすいと、えー、言っていただきまして990で,ですねさらにブラッシュアップしてですね少し離れている信号でもう何とか追っかけてですね、うん、チューンするようなあ形にしています。うん、であの の,あの結構熱心、ね、にやっておられるお客様からや CW なんてのはその耳でちゃんと合わせるモードであってねこういうのはちょっともう楽しすぎじゃないのかっていうふうなあのご意見もあるんですけど例えばあの車のパワーウィンドウですねやっぱ窓はこうやって開けるんだっていう方も高速道路の,あの料金所とかですね通過するとやっぱりこっちの方がいいのかなって思われることもあると思いますので、えー、まあぜひあの えー、一度お試しですねいただければいいかなと思っております。えーうん、あとはあのこう操作性の中でですねあの DX をやってるとペジションなんかに行くとこうスプリットのこういろ指定をされたりですね。はい、で時々こうあの普段あんまりこうスプリット運用してねえとあれとかえー、って戸惑ってるうちに。はい でやっぱり受信どこの周波数をみんなちゃんと向こうのペディションの局が取ってるかとかですねそういうクイックなこういうスプリット運用がしたいなと思うんですけどその工夫もずいぶんされてるって聞いたんですけど今回ですね、えー、えと従来機種と変えていますのがあの従来 VFOA、VFOB であの周波数を操作してましたけど、まあ、今回あの2波同時進、えー、まあ バンドの違うバンドに2波同時にできるような機能を搭載しましたので、えー、メ,インメイン側とサブ側という概念をです、ねえー、取り入れましたまあこれは<う>他社さんも大体こういう形になってますけど、うんえー、そうしますとあのスプリット運用をやるときにはです、ねえーまあ、受信はあメインのでやりますよとで送信についてはサブ側でやって、うん、手話数が、まあ、少し変わ違う手話数をやると。 ってというのがまあスプリットになりますけど、ええ、今回、このスプリットというのはですね、ボタンではなくてあの実は LED 表示の場所です。例えば7010で DX 曲が出ていてですね、よく打たれるのは2アップですね、まあ、2アップが一番多いかなと思うんですけど2アップって打たれたときにこの TX キーがございますけどここを長押ししますそうしますとスプリットの LED が、ねうんうん、点滅しています。ええええ この時にこの天気でですね、二のボタンを押します、うん。そうすると、え、今ですもう設定されましたけど、送信が七点ゼロ一にですね。で、デルタ表示としては二 K 上です送信が。ということで、今のその二を押した瞬間にですね、スプリット設定があの完了します。これはあれですよね。えっ、ー、と例えばファイブアップとか言われて五 K だったら、えっと SSB なんかよくあるんですが、はい。 5を押せばそうですえー、じゃあやってみます、ねはい、えと今あのシンプレックス状態を戻しました、はい、じゃあここが SSB だと仮定して5アップときたとで長押しします5を押します5アップですなるほどでさらにその時に、えー、さてその5アップのここを受信をしたいと聞きたいなと2つ方法がありましてですね 1>,、はい、まあ1つあの、えー、TF セット あもうこれも,もこれはまあ前から、ね、弊社の昔からの機械から採用していますけど、まあ通常スプリットの時にはあの周波数が変わらないようにまあロックスイッチを入れて、自分あの DXQ をミュシナイオンナイオして TF セセットを押してですねえ受信するという方法が一つございます。でもう一つはえこう2波同時進ですから、まあサブの受信機をですねオンさせると、あはいはいこれによってですねあのー。 えー、受信することもできます、うん、送信手話数を受信受、うんうんうん、いやこれのスプリットずいぶん楽に運用できそうですねまあ皆さん、えー、このセットを使いだったら、えー、ちょっとドンピシャで重なるかもしれませんけど鳥さんこうディスプレイ非常にこう2つあって楽しくて、まあ、何どうやって遊ぼうかなと思ってるんですけど今こうやってあの出てる標準の中でなんかあのタッチパネル機能もついてると。 いうふうにお聞きしたんですけど、はい、なんか非常に面白そうですね。はい、あのまあタッチパネルと言いますとですね、あの皆さんあのスマートフォン最近お使いで、あのこういう操作をですね、あの連想されるかもしれませんけど、あのあの場合その液晶のですね種類、あのタッチの種類があのとあの静電式と申しますですね、こうこういうふうな操作にあの適したパネルですが。 えーまあ、この製品の場合は送信も入っておりますのでその回り込みとかです、ねうん、その辺りを考えまして、うん、押し圧式というタッチパネルを採用しております押し圧式の場合はその押すとタッチ機能として動くというところですね、うん、であの今回あの採用した機能としては、まあ、こういうですね、えー ウォーターフォールが今出ております。うん、あとこのバンドスコープ画面ですね。うん、バンドスコープを表示した場合とかですね。こ,この表示エリアでまあ、気になる信号があるとか。そうした場合にパネルをそのところをタッチしていただくとですね。うん、その周波数が、えー、センターに移動すると。うん うんうん、そういうい機能を搭載しております、うん、あの通常はの手話数が気になるなということでメインつまみを回してですね、えーえー、真ん中に持ってくるわけですけど気になるなと思った時にタッチすることによって素、まあ、調なんですがバッと動かすことができるということですね。それからのモードがですね CW の時にはさら、えー、にですねちょっと面白い機能を入れてましてタッチする時に、えー、いわゆる長押しですね、うん 長押ししていただくとです、ね、周波数がセンターに来たときに CW オートチューン機能を自動的にオンさせまして、うん、そこで,で、ね、CW オートチューンを動作させるということで、うん、よりピッチ周波数に近い同、ね、調ができるようになっております。ちょっとこういう機能はあの、えー、無線機としてはです、ね、あのなかなかないんではないのかなと思っております。うん あのコンテストみたいな時に忙しい時にはですね、えー、あのちょっとあれかもしれませんけどのんびりあのお楽しみいただく時にはですねそうやってちょっと遊びの気持ちうんですかえーであの使っていただくこともできます。それともう1つ、ですね、えー、まあこれ余計なことかもしれませんけどやはりあの高額な商品ですのでまあ指紋がつくのがっていうのはあるし, <laughs>、えーし まあちょっとの触った時にですね、うん、あの動いてしまうのもっていう場合にはですね、うん、タッチ機能はオフにもあのメニューでできるようになってますああなるほど、はい、ええでも確かにこう見てるとあれここなんか強い曲いるなってぐるっと回すよりもポンといけた方がいいですよねそうですねいやそのタッチパネルってあのとてもね興味深くて面白そうですねあの僕の指太いんであれですかね難しそうなんでちょっと鳥さんあの実践でやってみてもらえますか、はい えー、今日はあの空電があるみたいで、こう横筋はですね、あの空電が記録されている様子です。じゃ、気になる信号があるんで、こうタッチしてみます。ちょっとわかりにくかったですけど、ここがピカピカっとする時がですね、オートチューニングが動作している時です。 このようにですねえーまあ先端集合数付近に持ってきて最後にオートチューンでピッチ集合数に合わせるとこういう動作が可能になります。鳥さん今日この新しい TS990 のまあいろんなことをお伺いしましたけどえまずはこう使ってみたくなるということで今ね一緒にこう受信させてもらいましたけどもまあ残念ながら斜めがちょっとなんだか春になったのか 空電がやたら多くて、それでもやけにあの W アメリカの西海岸やたら強かったりもするんですけどまあそういう中で聞いてるとですねえ僕は非常にこうあれと思ったのはノイズの中で聞いた信号がメイン受信機とサブ受信機でこう聞くとですねまあ少しやっぱ感じが変わって聞こえる。 やっぱり受信機の構成が違う面白さかなと思ってちょっと聞いてたんですけども。うん、確かにあのおっしゃる通りにですね、この TS99 マルっていうのは、ええ、まあメイン受信部はまあプラス 40dBm クラスということで、まあサブはですね、あのまああの海外では特にですね、あのリアクセプションやっておられる方でもあの高級マルですね、あのお使いいただいている方がまあ少なからずで。 えー、結構、ですね、あのー、値段が全然違うような<ー>あの機種とあのサイドバイサイドで、うん、あのテストしている画像がですね、えー、結構、YouTube に出たりしていてです、ねあのー、そういうものをサーブに入れてますけどあのメインとサーブが同じじゃないというところがあ今、の上一さんがあの言われたようにですね回路構成が全く同じじゃないという点がですね、えー、いろんなシチュエーションにおいてはですねあの違う結果を生むようなことがですね、うん まあ今日ちょっとあの分かかったかなっていう感じがしておりますあのいろんなの使い方をあの経験するってまだそれも我々としても非常に勉強になりますので、まあ、その時はさらにあの僕の仲間は音作りの大好きな仲間もたくさんいましてね、うん、まあこれを見たらよしああいうことやろうこういうことやろうってまた発想も浮かぶのかなという気がしてますけど、はい、まあ幅広いいろんなニーズに応えられる新しい機会かなと思っております。はい あの今日は本当に機能の,昨日のです、ねまあ、ほんの触りって言ったらいいんですけど、えー、他にもたくさんの機能が入っています。まあ、基本性能をとにかくあのいいものに仕上げたかったっていうところが一番大きなところではありますけど、まあ、このクラスっていうのはいろんな楽しみ方がで,す、ね、できるのも一つの特色だと思いますので、えー、ぜひですねいろいろお楽しみですねいただければと考えております。もうね、開発のの方と、ね、こうやってお話できるのはね 非常にあの光栄だなといい、まあ仕事ではあの自動車関係のあの開発の責任者といろんなお話すること多いんですけども、まああの今日は趣味の世界でこういうお話が聞けましてえあの喜んでおります<や>。ありがとうございますのいいいい私の保護さのこういう機会はですね初めてあの体験してさせていただきまして、あの非常にですねえあの楽しい時間を過ごさせていただきました。まあ今後とも一つよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ありがとうございました。